システムコマンダーは、米国 V コミュニケーションズ社員の開発したブートローダであり、古くからマルチブートローダとして販売されていた。日本ではライフボートがローカライズを行いながらく販売していた。日本での取扱法人が移行した際に、頭に LB と製品名に付記されるようになり、そのラインナップの一部では、シリーズ製品や他社製品をバンドルしたパッケージもリリースされた。 2010の時点でアバンクウェスト USA にはすでにプロダクトの案内が消え、日本語版は現行製品であったが、Windows 7への対応や後継製品は見られず、Windows 7以降は LB ブートマネージャーを利用するように進めていた。上記のような開発上の都合もあり、日本では2011年12月9日に販売を終了、2012年3月9日に、 販売元によるサポートも終了している。その後、パッケージの破損、傷などがある製品をアウトレットとして49%引きの値段で販売しているが、サポートが終了しているため、自己責任での利用という注意書きが添えられている。ブートローダーとしての機能としては、いわゆるチェーンローダーに該当する。パーティションのフラグの変更、システムファイルの置換等により、 複数のシステムを共存する機能を持ち、パスワードによる HDD や特定パーティションのロックも可能である。システムコマンダー2000以降は、Windows-like なグラフィカルユーザーインターフェースを搭載し、OS の追加インストール、パーティショニングの補助を行う機能が追加された。複数の OS をインストールすることを可能にするソフトウェアであるが、実態はブートローダであるため、 インストール可能な OS はその本体が対応していることが求められ、ドライバなども用意し、単体でセットアップできる OS のみが共存可能ということになる。また、パーティションテーブルの置換などのトリッキーな実装はされていないため、基本領域の数やブート可能なインストール先など、OS や PC、a t 互換機の使用が持つ制限事項もそのまま受けることになる。 後継製品では削除されてしまったが、パーティションコマンダー8にはテキストベースの OS 選択を行えるシステムコマンダーのサブセットであるシステムクーマンダー、パーソナルが添付されており、最低限のマルチブートを実現することが可能になっていた。通常チェーンローダは HDD にあるパーティションからのブートのみをサポートするが、メニューにはフロッピーディスクドライブからのブート項目が設定でき、 メニューからも OS 選択と同様に、フロッピーディスクドライブからのブートが選択できる。同様に、システムコマンダー8からは、メニューからの光学メディアブートもサポートするほか、パーティション操作の機能は、パーティションコマンダー8の機能を包含し、Linux レイサーフス、X と3パーティションへの対応、NTFS ダイナミックディスクから、標準 NTFS への変換、 FAT から NTFS への変換などがサポートされ、パーティションコマンダーのスーパーセットといえる構成になった。システムコマンダー7とパーティションコマンダー8をインストールした場合、上位の機能が有効になる形で統合され、ブートローダはシステムコマンダー、パーティション操作はパーティションコマンダー8の機能となる。システムコマンダー9では Windows 系のサーバー OS のパーティション操作機能が 削除され、Windows Vista に正式対応している。HDD 戦闘の MBR と、そこから連続する領域に最低限のチェーンローダーとしての機能が書き込まれており、追加機能が有効な場合は、それらを読み込み、ブートメニューに処理を移す。それらが無効な場合は、エラーコードとともに、基本領域のパーティション ID とブートフラグを表示し、 どのパーティションから起動するか選択する画面が表示され、最低限のローダーとしての機能が確保される。システムコマンダー2000までの場合、本体部分は最初に認識される HDD の基本領域にファイルとして書き込まれるため、最初に認識される HDD には基本領域の FAT16-32 の領域が必要になる。システムコマンダー7以降は、 DOS98 という MS DOS、PC DOS のサブセットを含む仮想 FAT32 のファイルシステムを NTFS 領域書き込むことによるインストールもサポートしているため FAT の領域がないドライブへもインストールが可能になった。ただし、その構造からインストール先パーティションの圧縮、著しい断片化等 MBR から本体を読み込むことが 難しい状況にあるパーティションにインストールした場合、メイン部分の起動に失敗するケースが発生する。最初に起動するコードは、MBR 並びに、そこから連続する数セクタに及ぶため、HDD のパーティションテーブルを握ってしまう、ソフトウェアや MBR に書き込まれ、にセクタ目以降も使用するようなプログラムとの共存は不可能である。 例外的に MBR に書き込まれていたものに処理を移す機能もあり、一つに限られるが、ファイル化された元の MBR のコードを読み込み、処理を渡すことも可能になっている。FAT のパーティションの OS に対しては、システムファイルの置換により、同一のパーティションにホルダ名を変更して、複数のシステムをインストールすることも可能である。 ベサバイオスエクステンションズを経由し描画されるため、本体のグラフィックバイオスが VBE の仕様と互換性が低い場合、画面が崩れたり表示されないことがある。パーティション操作、OS 追加時の画面は、Windows のインターフェースを踏襲し、左下にスタートメニューに相当するメニューがあり、Window 内のメニュー等の操作は、Windows と同じように利用できる。マウス、キーボードも、 BIOS を経由し状態を取得しているため、本体 BIOS がエミュレーションを行わない場合、USB 接続などでは認識できないケースも見られる。また、日本語版では日本語の入力、変換はサポートされないものの、メニューやメッセージは日本語で表示される。ただし、内部でも完全に対応しているわけではないため、長い文字列やラベルなどの情報表示などでは、 レイアウトが崩れたり、文字化けしたりすることがある。システムコマンダー7以降のパッケージ版 CD-ROM は、ブート可能なメディアとなっていて、直接ブートすることが可能である。インストールを行わない場合、マルチブートローダーとしては利用できないが、パーティションの操作、OS インストールの補助等の機能は行うことができる。ただし、 ログの書き込み先がないため、処理を戻す作業を行うことは、HDD インストールされたものでしか行うことは、できない。インストールの補助については、事前に既存パーティションを隠す設定や、パーティションの確保などインストールに必要な作業を、規定された手順で実行するが、インストールプロセスに干渉するわけではないので、手順には、注意が必要。また、独自にドライバーを持って、ハードウェアに、 アクセスするように作られていないため、ハードウェアへのアクセスは、BIOS を経由する、都合上、特殊な構造や、接続のパーティションは、非対応であり、パーティション操作などの作業は高速とは言い難く、安定した動作をするかどうかは、本体の BIOS や、環境が素直なものであるかどうかに依存する。ありがとうございます。